翔くん追っかけファンが知らない北山博光の真実とは私は翔くんを追ってきたので北山くんがどんな思いで一人グループを抜けここまで頑張ってきたのか想像でしかわからないのですが北山博光が有明アリーナで全事務所のソロ曲を歌うことができた背景には彼の熱意とファンへの感謝そして新しいエンターテインメントの形を模索する挑戦が見え隠れします今回の出来事は 日本のエンタメ業界における大きな転換点であり、ファンとの深い絆がいかに重要であるかを再認識させるものでした。ローラースケートを履いてステージに立つ北山の姿を生で見ることができたファンたちは、その瞬間を一生忘れることはないでしょう。これからもトベタンとして応援するという声が多く聞かれる中で、このパフォーマンスが実現した背景には多くの人々の努力と交渉があったことを忘れてはなりません。 特に滝沢秀明氏が全事務所と交渉し曲の権利を確保するために尽力したことは感謝に値しますスマイルアップの協力もあり北山はファンに対してその覚悟と情熱を示すことができました北山宏光の初のソロコンサートに参加したファンの中には戸部に加入してから彼を知った人も多くオープニングから会場が真っ赤に染まる光景は 長年彼を支えてきたファンの思いが溢れ出る瞬間でした。前世から付き添ってきたファンの熱い思いが、その場に集まった人々の心を打ち、涙を誘いました。こうしたエモーショナルなエピソードは、ファンにとっての大切な思い出となり、北山の歩んできた道のりと彼の人柄を感じさせるものでした。翔くんを追いかけてきたファンにとっても、北山がどんな思いで一人グループを抜け、 こここままでで頑張ってきたのかを想像することはは容易ではありませんしかし、苦しい時期も共に過ごし、支え続けてきたファンにとって、ソロ曲のイントロが流れた瞬間は号泣せざるを得ない特別な瞬間でした。推しと同じ思いを共有できることの喜びを感じながら、その場の空気に浸ることができたファンたちの感動は計り知れません。 生で全事務所の曲やローラースケートで歌った北山の姿を見た多くのファンが涙を流しました。これは北山がファンを大切に思う気持ちを象徴する出来事であり、その誠実さが多くの人々の心を打ったのです。ナンバーアンダーラインアイや IMP も彼と共に成長し、同じように愛されることを願っています。これからも北山を応援し続けるファンの声が響く中で、 彼ががどののように進化ししていくのかが楽しみです北山のアルバム発売が決定するまでの時間がかかった理由の一つに滝沢社長が全事務所と交渉していたことが挙げられます。権利関係の複雑さを乗り越え曲をファンに届けるための努力は並大抵のものではありませんでした。北山自身が作詞作曲した「フォームはその一つの例でありファンへの特大のラブソングとして心に響きます。 また、北山と IMP のしんくんともとずくんがお互いのライブを見に行くことを約束し、実際に観戦していたことも微笑ましいエピソードです。仲の良さが伝わるこの出来事は、ファンにとっても心温まるものでした。北山が過去の曲を歌うことに対して諦めていないという姿勢は、ファンにとって希望の光となっています。有明初日のフォームのイントロが流れた瞬間、歓声や悲鳴が上がり、 多くの人々が涙を流しましまた北山がファンのために準備を重ね外野からの批判にも耐えながら挑戦し続ける姿勢は改めて彼のファンへの思いを感じさせます北山宏光のアルバム発売が遅れた理由には滝沢社長が全事務所と交渉していたことが関係しているかもしれません権利関係の難しさを乗り越えファンに届けるための努力は大変なものでした フォームは北山自身が作詞作曲した曲であり、その特別な意味を持つ曲をライブで披露することができたのは、彼の覚悟と努力の賜物です。今回のコンサートでは、北山がローラースケートを履いてステージに立つ姿が見られ、その姿に多くのファンが涙しました。彼のファン思いの姿勢が垣間見えるこのパフォーマンスは、ファンにとって感動的な瞬間でした。 これからも北山がキスマイ時代のソロ曲を歌うことができるようになることを願う声が多く聞かれます。北山博光の初のソロコンサートは、滝沢秀明氏が全事務所と交渉してくれたおかげで実現しました。権利関係の難しさを乗り越え、ファンに届けるための努力は大変なものでした。フォームは北山自身が作詞作曲した曲であり、その特別な意味を持つ曲をライブで披露することができたのは、 彼の覚悟と努力の賜物です。今回のコンサートでは、北山がローラースケートを履いてステージに立つ姿が見られ、その姿に多くのファンが涙しました。彼のファン思いの姿勢が垣間見えるこのパフォーマンスは、ファンにとって感動的な瞬間でした。これからも北山がキスマイ時代のソロ曲を歌うことができるようになることを願う声が多く聞かれます。北山博光のソロコンサートは、 滝沢秀明氏の協力と多くのファンの支えによって実現しました。権利関係の問題を乗り越え、ファンに届けるための努力は大変なものでしたが、彼の覚悟と努力が実を結びました。これからも北山宏光がファンに感動を与え続ける姿を期待しています。このように、北山宏光のソロコンサートは、彼の熱意とファンへの感謝が結実した瞬間でした。 全事務所の曲を歌うことができたのは、彼の努力と多くの人々の協力があったからこそです。これからも彼のファンとして応援し続けることが、彼にとっての大きな支えとなるでしょう。北山博光のソロコンサートは、彼の熱意とファンへの感謝が結実した瞬間でした。全事務所の曲を歌うことができたのは、彼の努力と多くの人々の協力があったからこそです。 これからも彼のファンとして応援し続けることが、彼にとっての大きな支えとなるでしょう。ファンの間では、北山博光の新たな挑戦として、今後もシンデレラガールや月読みを歌うことが期待されています。彼の歌声とパフォーマンスは、様々な楽曲に対応できる才能を秘めているため、これらの曲をどのようにアレンジし、自身の色で表現していくのかが注目されています。また、 彼の新しいアルバムのリリースに向けて、どのような楽曲が収録されるのかも興味の的です。北山宏光の活動は、単なるエンターテイメントにとどまらず、日本のエンタメ業界のあり方を模索する重要な一環とも言えます。彼のパフォーマンスが示すように、新しい形でのエンタメ提供が求められている現代において、ファンとのつながりを大切にし、挑戦し続ける姿勢は見習うべきものです。 さらに、北山の活動が今後どのように進展していくのかについても注目が集まっています。彼がどのようにして自身のキャリアを築き上げ、ファンとの絆を深めていくのか、これからの展開に期待が高まるばかりです。北山博光のソロ活動は、彼の人となりや音楽への情熱を感じさせるものであり、ファンにとっては特別な存在です。彼の歩んできた道のりや、 これからの挑戦に対する彼の考え方を知ることは、私たちにとってもインスピレーションを与えてくれるでしょう。最後に、北山宏光の今後の活躍に期待しつつ、彼のソロ活動が日本のエンタメ業界に与える影響を見守っていくことが重要です。彼の音楽がさらに多くの人々に届き、感動を与えてくれることを願いながら、私たちは彼の未来を応援し続けていきたいと思います。これからも、 北山宏光の音楽とパフォーマンスが私たちの心に響き続けることを期待しています。彼の活動が多くの人々にとっての励ましや感動の源となることを願っています。